藤波さん、実はコントロールいいのでは？ヤンキース戦でのルメーヒューへの投球。逆にコントロールいいだろ。マジで同じところにすっぽ抜けるの才能だろ。令和の下平平。投げる国際問題。自分に厳しすぎた結果。挨拶やぞ。誰でも自己紹介はするやろ。イニングをまたいだ直後の6回無視、初球だった。ルメーヒューに投じた94マイル約 151.3 キロが内角高めにすっぽ抜け、球場がざわめくシーンがあった。都市講師は、伸び伸びと投げることによって、慣れて、自信をつけることを首脳陣は期待しているでしょうと話すと、ブレイデン氏も、まさに、そうだ。彼がアウトを奪えることは知っている。問題は、継続的に自信を持てるよう、自分自身を磨く必要があると課題克服に期待を寄せた。アスレチックスファン、明日藤浪を登板させる、他ファン、ハイテロ等準備剤。命を奪うピンポイント。濃紺のふりしてわざとやってるんじゃないだろうな。一球外してるだけだぞ。外す当てる。日本と違ってアメリカはテロリズムに容赦ないからな、藤浪をブルペンに入れた段階で FBI が腰上げるよ。初球でこれやれば相手バッターがビビって調子狂う可能性高いよな、実際強いんじゃね？この戦術。ドリームスでそういう高校あったよな。これとカットのコンビネーションや。実際セリーグの時それでビクビクで腰引けてたからな相手。もしかしてコントロール悪いふりしてムカつくやつの頭狙ってるんじゃないか。意図的に投げても相手も審判も、藤浪ならしゃあないかってなるもんな。顔面付近に投げるのって違法ちゃうの？この前も頭付近に投げて審判が集まったけど、藤浪だから恋じゃないでしょうって判断でその後も投げさせてもらえてた。藤浪危険球投げてもメジャーの打者全然ビビってへんよな。160投げる濃紺なんて下にもゴロゴロおるからただのヘボピーとしか思われてなさそう。